はい、皆さんこんにちは。吉野です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、本日ご紹介するのはこちらですね。しっとり新食感トルタバニラミルク、朝日さんからですね。焼き菓子とありますね。はい、バニラミルク、他にもね、もう一種類味があったと思いました。とりあえずバニラを買ってみました。オープン。6枚入り。あー、なるほど。はい、電子レンジで温める場合は、あ、電子レンジで温めることもできるんですね。ほいほいほい。ワッフル、薄いワッフルみたいな感じですね。へーへー、いただきます。開けてみましょうか。開くかな。開かないね。開かないね。いきます。うん、あ、柔らかい。ちょっとパリパリするのをイメージしましたけど、全然柔らかいですね。うん。中身バニラ、あ、バニラの、うん、味しっかりしますね。柔らかいワッフルみたいな。あ、柔らかいワッフルって、ワッフルはもともとそんな硬くない。うん、すごいしっとりしてますね。はいはいはい。バニラの味もすごくしっかりしてます。うん。で、食べやすい。うん。うん、うん、うん。いいっすね。いいよ、これ。おいしい。はい、おいしかったです。はい。うん。今回ご紹介したのは、朝日さんから出たしっとり新食感のトルタのバニラミルクでございました。はい、今回もですね、最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、のりまさ TV ではですね、あなたのチャンネル登録をお待ちしております。よろしくお願いします。